第3代でボンシャー伯爵ウィリアム・キャベンディッシュは、新京都革命から王政復古期にかけてのイングランドの貴族、サー・ウィリアム・キャベンディッシュと初代キンロス教、エドワード・ブルースの娘であるクリスチャン・キャベンディッシュの間に長男として生まれる。1626年のチャールズ一世退官の際にバス勲章を授けられた。同年に父が就職したため、以後、 キャベンディッシュ教の儀礼称号を称した。父の家庭教師でもあった哲学者、トマス・ホップズや、母クリスちゃんから教育を受ける。1608年に、祖父の初代デボンジャー伯爵、ウィリアム・キャベンディッシュの代から、キャベンディッシュ家に仕えていたホップズは1626年に、祖父が1628年に、父が相次いで亡くなったため一時キャベンディッシュ家から離れていたが、 1631年に戻り、第3代デボンシャー伯爵に使い直した。1634年から1637年にかけての彼のグランドツアーにも同行し、後に翻訳したトゥキディデスの戦士をデボンシャー伯に検定している。デボンシャー伯も、ホップ、またじおジのウィリアム・キャベンディッシュもホップズに目をかけ、ホップズはデボンシャー系と入滑する系両方のキャベンディッシュ家に、 保護されていくことになる。1628年に、父の死去により、第三代デボンシャー伯爵となる。1638年から1642年まで、ダービーシャー当館に任じられた。デボンシャー伯は有力な応答派であり、初代ストラフォード伯爵トマス・ウェントワースの試験剥奪に反対し、1642年には、長期議会で他の8人の貴族と共に弾劾された。 貴族院の裁判への出廷を拒否すると、除名の上ロンドン等への習慣命令が出された。彼はイングランドから逃れ、財産を差し押さえられた。1645年に大陸から帰国、翌1646年に恩赦を受けて、議会派へ5000ポンドの罰金を払った後、罰金がムシャー州ラティマーで、母と共に引退生活を送った。 なお1645年10月13日には、チャールズ一世が同地を訪問し一泊している。しかし帰国後も、危険と隣り合わせで、同じく大陸に亡命していたホップズに帰国するか、どうかを書簡で尋ねていたが、彼と連絡を取り合っていた書簡を、議会派に検閲され、1655年には、イングランド共和国に逮捕される目にあっている。1660年に、 王政復古がなると、デボンシャー博は、ダービーシャー当館に服し、就寝でその職にあった。また1668年から1669年まで、コミセナはオブトレードに任じられていた。王政復古後は、公的生活から引退していたが、ホップズとのつながりを保ち彼を保護し続け、息子のウィリアム・キャベンディッシュはホップズを政治の相談相手にしている。 1684年11月23日に、サリー州のローハンプトンハウスで死去し、ダービージャー州、エデンサーに葬られた。デボンシャー博は科学と文学に興味を持っており、ジョン・イーブリンと親しかったほか、1663年には、設立されたばかりの王立協会のフェローに、選出されている。ただし、ホップズは王立協会とのトラブルから入会できなかった。 デボンシャー伯爵夫人エリザベス1638年、もしくは1639年に、レディ・エリザベス・セシルと結婚した。彼女は、第二代ソールズベリー伯爵ウィリアム・セシルの次女であった。エリザベスは1689年に死去し、ウェストミンスター寺院に葬られた。ありがとうございます。